よろしくお願いします。どうもこんにちは。手はこの割と根元を徐々に踏み込んでグッと入れる、まあ、これでボールが打てないってことはスイングにかなり問題がある。OK! ナイス。ちょっと今見てたらプレーンがプレーンでクラブとね、まあ、こう振ろうという意識ですよね。でこれ直すのも簡単なの。こう、うん、簡単なの。なんでそこへ振るの。なんでこうするの。左に来たとなんか、うん、まあまあそれでもいいんだけど。あれ傘あったっけ。もうね、家の中で座ってやればできるな。待って見ててね、はい、こう壁があります。はい、椅子座りました。座りました。今の西村さんはここからこうやって振ってるね。はい、左が嫌だから、はい、でもゴルフってこう丸く振れって言うじゃない、うんうん、座ってて、す、当たりました。いいパート。す、同じ角度で、す、す、す、タッチ、まっすぐタッチ、うん、これがさっきのこの腕の曲げ伸ばし。こっち伸びて、こうならない、うん、斜め45度。こっち、これですね。そう、ここ45度、はい、戻す、はい、45度。これだけ、はい、どうぞ。傘ってゴルフクラブまだ古いことがない。もう上げて伸ばして、はい、ここに当てます。はい、さっき戻す、ここに伸ばす、はい、この角度を揃えると立っちゃうからね。ここでしょ、この角度を揃えて、だからここの角度とこことここは合わせてます。はい、はい、カメ、はい、はい、スッと曲げ1。ほら、これが角度がもっとここをこれこうじゃないな、こう、スッ、オッケー、はい、戻す、スッ、スッ、ね、こっちきついでしょ。だからもうそれの振り方もじゃここね、はい、ガタガタガタ、だからこっち振りたいわけよ。だからそういう癖がもうついちゃってるわけ、はい、コックして、コックが弱い、ここしっかりこいつの方が入りやすい、はい、左が伸びるから、左もっと伸ばして、はい、そうそうそう、はい、僕は、はい、スッ、はい、す、ね、この辺が怪しいよね。だからそこで、だからそこがずれてると。はい、もう一回こう、はい、はい、す、こうそっちゃ切るよね、はい、はい、す、す、はい、す、そう、きれいきれいきれい、はい、やっとこれでスイングになったね、はい、あー、す、す、はい、す、お、きれい、あー、そうすればボールが自分の周りにクラブがどういう風に振るかが分かるでしょ、壁があれば。タッチ。タッチ。おい、タッチ。はい、タッチ。タッチ。さあ、スピンアウトなんかしないでしょうね。しないですね。何のあれもないですもんね。はい。そう。だから体の動かない、だから座るのは意味があって、立てば体が余計な動きをするから。まず、手がと腕が正しい軌道を作らないのに、体でいきなりこんなことやってもダメなの。体だけでクラブが上がるっていう人いるけど、そんなもん上がらないよね、さっき言ったように。手はゼロなんてことは絶対ないんです。でも最終的に正しい動きができると、人間の感覚としては手がゼロになる、できれば。で、できてない人ができた人のアドバイスを受けるっていうのは、だからダメなの。自然に演じればってよく言う、なんか有名な役者さんがいて、その人に習ったら誰も役者になれませんから。それは天才が言うことだ。はい、壁にタッチ、はい、タッチ、タッチ、でもフォローがちょっとこう詰まってみるね。ちょっと今取りましょう、はい、タッチ、タッチ、タッチ、苦しい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 、じゃあちょっと僕やります。タッチ、ファイル、タッチ、どこも苦しくないですか。はい、こういう風に見えるでしょ、うん、オンベン、はい、オン、タッチとタッチのブレッドのシャンプー。私なんかここにもし壁があって自分がスイングしたらなんか全部穴開けそうな、はい、いや穴開けた、タッチ戻してタッチをちゃんとやる。だからその時にこの傘の角度ってクラブの角度だね、この角度をちゃんと合わせて合わせて合わせてやるみたいな。クラブの角度なんか今まで逆に言えば意識して振ったことがないのね。ここ、いやいや、クラブのこのスイングしてる時にこの傘の角度はないないでしょ。それでだなのにないショットを打ちたいんだから、そんなもん無理なんですよね。はい、はい、だから球が右から右に行くから右に行かないように、左が行くから左に行かないように、気持ちは分かるんだけれど、そんなことをいくらやっても正しい動きは身につかない、うん、正しい立ち方、うん、正しい歩き方、
ありますよね、はい、ゴルフだってあります。正しい打ち方が、正しいクラブの通り道がどこにあるのか、それを縦言は教えてくれるし、正しい動きをするのに両手が離れてた方が分かりやすい。例えば立ってやってる場合持って復習そう、こう持ってでゆっくりでも、これも一緒でフルスイングしなくていいから、はい、タッチの考え、タッチです。タッチ、ここね、この角度ね、この角度で戻してフォローのタッチ、この角度、もうこことここをいや、はい、やってみるんで、はい、タッチ、タッチ、タッチ、はい、戻す、タッチ、はい、タッチ、あれ、ああ、そこが隠れてしまうよね。タッチ、この感じ、ここ、はい、そこ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 、もう一回、タッチ、タッチ、はい、タッチ、左しっかり乗る、そう、長くなった、おお、全然違うでしょ、角度、はい、タッチ、オッケー、長くなった、はい、で、タッチ、タッチ、オッケー。はい、もう一回、はい、はい、タッチ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 、おー変な打ち方でもゴルフってナイスショットが出るんです。出ますね。でたくさん打てばナイスショットは増えるんですよ、はい、でそれで動きが変わりますから、変わらない、変な動きが、変な動きが固まる、はい、ってことはゴルフっていうのは球を打つっていうのはメリットもあるけれど、実はデメリットがこの動き、だから僕はボールを打つなって必ず言って、動きができてもナイスショットが出るとは限らないんだけど、悪い動きでナイスショットを積み上げるっていうのが一番ゴルフで多いです、アマチュアの人。なるほど、ブサッ、ブサッとさせました。はい、どうでした、いやー、やっと真実の使い方が理解できる。だからどっちかというと縦ごとの使い方よりもゴルフのスイングが何かがちょっと分かった。分かりました。しかもこの30分で自分がいかにダメだったかっていうのが、はい、いやこれはね、三枝さんだけじゃないんですよ。僕らもここでセミナーやってるんで、まあ、もうセミナーも YouTube で実はアップしてて見ていただきたいんですけど、はい、ゼロの人を教えると余計なもん入ってないんですよ、はい、すぐスイングって綺麗になった。でも10年かかってる人はそれ直すのいくつかどれくらいかかると思う。10年作って10年やってスイング作った人は、私が今情報をしてるんですけど、多分ですけど半年ぐらい10年かかります。嘘ぐらいの気持ちがないと。で例えばパソコンを覚えてください。はいはいはい。間違った OS が10ギガ入ってました。新しい OS を10ギガ入れます。iPhone でも買い替えると、iCloud でもそうですけど、10ギガ消すのに何分かかりますか？結構かかります。1時間以上かかります、うん、ということなんです。あ、10ギガまず抜かなきゃいけないわけ、うん、そりゃ厳しいわ。その間にラウンドとか行っちゃいますしね。うん、でまあ行ってもいいんですけど、だから必ずそのベーシックがどこにあるか、今日のね、うんうん、特にあの背中のタッチと最後にやったこのハーフスイングでこう来て、ここさえ綺麗になれば、もう多分今日ビデオで YouTube 見た人が本当にあのこれ欲しいとか言われると困るんですけど、実は今売り切れてまして。そうなんですよね、はい、でもうすぐ入るんです。11月の真ん中ぐらいに来るんじゃないかという連絡がもらってて、で実はあのプロギアさんっていうところが、別に僕は何も言ってないんですけど、これがいいってことで使っていただいてるし、すごいジュニアのなんかこう時のイベントでやったら、もうなんか毎日ジュニアの前から電話が来るんですよ。どこかに隠してるだろうとか、いや隠しませんから。えこれは買うとしたら、はい、あのアナライズのホームページでアクセスしていただけると、あの販売開始が出たらすぐ販売開始っていうのを Facebook とか全部告知しますし、うん、アナライズのホームページも今は品切れ中って出てるんで、まあ頑張ってます。ただ僕らもこれ海外から来るんで、輸入で入ったらすぐにあの僕らも告知をします。でも大体どれぐらいですぐに、いやそんなことです。今度は結構大量に来ます。あ、あのしばらくは、待っていただければ。あのヤフオクとかで買わないので、なんかすごい値段が高かったので嫌なんで、はい、待てば買えますから。ぜひ。僕らも実は YouTube 生放送っていうのやってるんですよ、月に。はい。じゃあマックさんのセミナーも一回ね、ちょっと初心者セミナー絶対出た方が面白いです。初心者が何をしなきゃいけないかっていうのはみんな勘違いしてるんですよ。初心者って一番最初何すると思います？僕って言ったら、クラブを振る。いや、いきなりグリップを教える。
あ、うん、でその次アドレスを教えて、そうですね、そうですね、で僕の初心者セミナーグリップ教えません、うん、アドレスも教えません、うん、さっきやった壁から始めます。傘ですか？傘から。クラブ使いません、一番大事なのは、ここ勘違いされる商品ですけど、一番大事なのはグリップとアドレスなんです。でも一番最初に習うことではない、うん、ここみんな勘違いしてる、うん、振り方が分かるとグリップが大事っていうのが分かるし、振り方が分かるとアドレスが大事とか、でも振り方が分かんないのにグリップアドレスやっても意味ない。間違った振り方で間違ったアドレス取ってます。はい、よく、まあでもね、右向いてるから、そう、向きはもちろん大事なんだけど、まずは振り方が悪いのに向きを向いてる証拠ですね。ぜひ皆さんもね、はい、三枝さんがこれぐらい良くなるって別にやらせゼロですから。いや、マジです。ガチです。ガチです。皆さんもぜひゴルフの建物を試してみてください。はい。ありがとうございました。皆さん、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントも募集しています。では、また次回お会いしましょう。バイバーイ。